タレントの板野智美さんが11月21日にツイッターを更新。プロ野球、東京ヤクルトスワローズに所属する夫の高橋慶二投手が日本シリーズ第2戦でプロ初関東初完封で勝利を挙げたことに感極まった思いを綴っています。画像、板野さんの実況ツイートほか、パリーグ発射、オリックスバファローズに悪夢のサヨナラ負けを喫し、日本シリーズ初戦を落としていたヤクルト。 21日の第2戦、オリックスの宮城大、渡る投手との投げ合いに臨んだ高橋投手は、ランナーを背負いながらも、本塁を踏ませない粘りのピッチングを見せ、9回133球、5安打無失点の力投でチームを勝利に導きました。板野さんは、第2戦をテレビ観戦しており、青木則一花選手が、先制点を挙げると、青木サーアン。 とツイイートするなどリアルタイム実況で応援ゲームが8回裏まで進んだ際には今日は勝ちたいとマウンド上で奮起する高橋投手の写真を公開したほかゲームセットの瞬間にはヤクルト勝利けけ高橋投手の愛称完封お疲れ様感動しましたとスコアボードに例を刻み続けた夫の姿に胸を熱くしていましたまた翌22日には 高橋投手が一面を飾ったスポーツ新聞6紙をずらりと並べた写真をインスタグラムのストーリーズで公開しています。板野さんの投稿にはヤクルトファンが多く反応しており旦那様ないスピッチです。日本シリーズで完封勝利とか本当に痺れました。スワローズを救ってくださってありがとうございます。絶対日本一になりましょうね。お家に帰ってきたら 旦那さんを褒めてあげてくださいともちんは本当に勝利の女神ですケケの努力とともちんさんのサポートのおかげだと思います引き続きよろしくお願いしますなど喜びを分かち合うようなコメントが寄せられています <music>